アイテム番号、SCP-536JP。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-536JP は現在、サイト、81にあるオブジェクト収容コンテナに収容されています。実験以外でコンテナの施錠が解除されることはありません。SCP-536JP、または SCP-536JP-1 の収容違反が発見された場合、直ちに報告してください。説明。SCP-536JP は無数の大小異なる花の彫刻がまとわりついた馬の彫刻のように認識されます。SCP-536JP は常に認識災害を与えており、実際、無数の花は無数の人間の瞳で構成されています。調査の結果、眼球には色等の共通点はありませんでした。瞳は、瞬きや涙といった基本的な機能は働いていません。視力もほぼないと思われます。SCP-536JP の認識災害は画像、動画、SCP-536JP から半径5メートル以上離れて直視するまで効果が発揮されると判明しています。SCP-536JP の瞳を認識するには、半径5メートル以内の直視しか発見されていません。SCP-536JP の半径1メートル以内に人が侵入すると、10秒間に1個、瞳から眼球を排出します。これを SCP-536JP-1 と称します。SCP-536JP-1 は侵入した人を追跡するようになります。SCP-536JP-1 の追跡は対象者と約1メートル間隔をとっています。逆に対象者が SCP-536JP-1 を追跡しても約1メートル間隔での逃亡を行います。また SCP-536JP-1 は SCP-536JP 同様の認識災害を与えます。排出された眼球は約60秒で修復されます。SCP-536JP-1 は人に対して直接害を与えることはありません。SCP-536JP-1 に追跡されている人は、SCP-536JP-1 の視線を気にし、ストレスを感じるようになります。症状は SCP-536JP-1 の個体数が多ければ多いほど重度になる傾向にあります。SCP-536JP-1 は鈍器を利用すれば一般的な人間であっても容易に破壊が可能です。SCP-536JP は19年7月8日に、県、市内で発見されました。周辺住民のインタビューにより前日には SCP-536JP が設置されていなかったことから、何者かが意図的に設置したことは明らかでした。しかしながら、現在に至るまで設置者の詳細はつかめていません。